大阪教育大学附属平野中学校は、大阪府大阪市平野区にある国立中学校。大阪教育大学の前身の一つである、旧制大阪第一市範学校女子部附属国民学校の高等化を振り返る、形で、1947年、学生改革により大阪第一市範学校女子部附属中学校として開校。 当初は平野に付属高校がなく、卒業生の進学先として、付属高校設立を求める声が1960年代以降、関係者から出るようになった。幼稚園、小学校、中学校の学級数を減らしてでも、高校平野校舎の設立をという機運になり、1972年の大阪教育大学付属高等学校平野校舎の設置とともに3学級編成の少数。 性教育を行っている。自勢語門を理念として掲げ、を教育目標としている。平成4年度から平成6年度にかけて、文部省の研究開発指定校として取り組んだ、授業システム、ジョインが特徴的である。これは、自分に合った課題を見つけ、主体的な学びと生き方の自覚を深めていくことを、グループ学習や教官の指導のもと獲得していくものであり。 現在の総合的な学習の時間の先駆けといえるものである。不中生は行事で育つを合言葉としており、生徒が参画することで自主性や自立性を身につけられるよう学校行事を充実させている。近隣に所在するご公園と連携した教育研究活動が行われている。付属中学校長は、 同式基地内付属高等学校平野校舎の校舎主任を兼任している。1学級36名の3学級編成である。付属兵や小学校から60名程度が連絡進学する。天皇寺や池田と違って副教科の学科試験がなく、国3理社の4教科のみである。その分合格ラインは高く、7割でも不合格で7割5部が必要とされる。倍率は、 近年8倍前後であり、難易度は全国の中ではかなり高い。大阪教育大学附属高等学校平野校舎へは約3分の2が連絡進学している。1949年以降学年進行で段階的に進行した旧制大阪第一師範学校女子部から新制大阪学芸大学への移行に伴い、附属中学校は 大阪学芸大学第一師範、学校平野付属中学校、大阪学芸大学付属平野中学校へと短期間で解消している。開校当初の校舎は、付属平野小学校に併設されていたが、1951年に現在地に独立校舎を設置している。大学の解消に伴い、1967年には、大阪教育大学付属平野中学校へと、 解消した。さらに1973年には、大阪教育大学教育学部、付属平野中学校へと解消している。1961年には、高知の一部を咲き、従来は、付属平野小学校内にあった、付属幼稚園の独立園舎が竣工した。また1972年には、敷地内に、大阪教育大学付属高等学校平野校舎が、 併設されている。2004年、国立大学法人化に伴い、公明が再び、大阪教育大学附属平野中学校となる。1947年の学生改革により、従来の旧制大阪第一市範学校女子部附属国民学校高等化を振り返る、形で、大阪第一市範学校女子部附属中学校として、開校した。当時平野にあった、 大阪第一市範学校女子部の付属学校として開設されている。1949年以降学年進行で段階的に進行した旧制大阪第一市範学校女子部から新制大阪学芸大学への移行に伴い、付属中学校は大阪学芸大学第一市範学校平野付属中学校、大阪学芸大学付属平野中学校へと、 短期間で解消している。開校当初の校舎は、附属平野小学校に併設されていたが、1951年に、現在地に独立校舎を設置している。大学の解消に伴い、1967年には、大阪教育大学附属平野中学校へと、解消した。さらに1973年には、大阪教育大学教育学部、 付属平野中学校へと改称している。1961年には、高知の一部を咲き、従来は付属平野小学校内にあった付属幼稚園の独立園舎が竣工した。また1972年には、敷地内に大阪教育大学付属高等学校平野校舎が併設されている。学校が指定した地域に保護者と共に居住し、 かつ通学時間がおよそ60分以内のものが出願できる。ありがとうございます。